450年代の西ヨーロッパガイセリックは、ゲルマン諸部族の一派バンダル族とアラン族の王である。ガイセリックは、同時代の西ゴート族の王アラリック一世や、フン族のアッティラ大王と同様に機体の軍略家で、北アフリカにバンダル王国を築き、5世紀にローマ帝国の主に西部を攻めて、東西ローマ帝国を大いに悩ませた。ガイセリック率いるバンダル王国の登場によって、 地中海を支配したローマの時代は終わりを告げる。そしてローマ滅亡に向かう象徴的事件としてローマ略奪がある。ガイセリックの50年近くにわたる地政中、バンダル族は比較的小さなゲルマン一部族から地中海の主要勢力に流星したが、ガイセリック死後は衰退と崩壊への道をたどっていった。なお、古代末期の時代は2世紀に始まった民族内移動により、 ヨーロッパの勢力図は大きく変化していた。ガリア西部に西ゴート族、ヒスパニアにスエビ族が拡挙していた。450年までにアッキラ率いるフン族が東欧と中央の諸族を従えて大帝国を築いた。フン族はフランク族、ウルグント族、ゲピード族、ルギー族、東ゴート族などを三下に入れたいとし、東在ローマ帝国を苦しめた。 マイセリックの活躍は、こうした情勢を背景に、ローマ帝国が衰退し、滅亡に向かっていた時代に符合している。彼は、バンダル族を率いて、北アフリカに侵入を果たして、カルタゴで強力な海軍を作り、地中海沿岸部を襲撃し、西ローマ帝国とその経済に打撃を加えた。バンダル族は、ローマ帝国北辺のゲルマニア辺境地帯をルテンした、アライン川を渡り、 ヒスパニアを目指してガリアを南下した。長い放浪を経てバイディカへと移住していく。アンダルシアという地名の由来はアラビア語でバンダル族の地を意味するアルバンダルの名から来ている。ガイセリックはバンダル族とアラン族を率いてバンダルとアランの王を名乗り各地を転戦しながら新王国創建の地を南へと求めていく。同時期ローマ帝国では アイティウスとボニファティウスとの対立が深刻化していた。ガイセリックはローマの分裂という後期に乗じてバンダル族の民を率いアフリカへと渡っていく。彼は現在モロッコからアルジェリア北部に及ぶ地域マウレタニアで孤立し弱体となっていたローマ軍を撃破しながら北アフリカの沿岸部を迅速に移動した。8万人を率いてヨーロッパからアフリカに渡り現在の地域で 数々の戦いに勝利し、北アフリカの使用を落としカルタゴを包囲して占領した。ガイセリックは北アフリカにバンダル王国を築き、西ローマ帝国の新たな脅威となった。バンダル王国はカルタゴ占領時に獲得した軍船を用い、シチリア島、サルディニア島、コルシカ島を復従させた。442年、ローマ帝国は、 アフリカ族州が征服されたことを公に認め、バンダル王国を承認した。その後、約30年の間、バンダル族は脱出した戦団を派遣して、地中海各地を略奪する海賊として活動した。ガイセリックの最も有名な業績は455年6月のローマ占領と略奪である。451年、粉族の王アッティラと同盟し、ガリアに侵攻したが、 西ローマ帝国の将軍、アイティウスに、カタラウヌムの戦いで敗れた。455年西ローマ皇帝ウアレンティニアヌス3世が殺害され、これによって我が身に危機感を抱いたウアレンティニアヌスの日は、ガイセリックに救援を求めた。これを大義名分としたガイセリックは442年にウアレンティニアヌスと結んでいた平和条約を破棄し、イタリアへ上陸した。 ローマ教皇レオ一世は死者を送って、ガイセリックに住民の虐殺や建築物の破壊をしないように求めた。ガイセリックがこの申し出に合意したため、ローマの縄文はバンダル族の軍隊を迎えるために開かれた。しかし、ガイセリックに率いられたバンダル族は約束を保護にしてローマを略奪した。事件の結果、フン族と同様バンダルの名は、 ヨーロッパ諸国では現在も略奪者、文化の破壊者の意味で用いられることとなった。だが、その後もバンダル王国はローマとの主要な戦争に勝利している。バンダル人による略奪を止めるため、東西ローマ帝国は共にバンダル王国を服属させようとしたが、ガイセリックはなかなか応じようとしなかった。468年。 バシリスクスの率いる東ローマ帝国艦隊がバンダル王国を屈服させんとするもガイセリックはローマ軍を壊滅させた460年には西ローマ皇帝マヨリアヌスミカド率いる討伐軍を撃退し468年にはバシリスクスミカド率いる東ローマ軍をボンミサキ半島の戦いで破った474年ガイセリックは 東ローマ帝国との和平に応じた。ガイセリックは88歳という高齢まで生き、477年、カルタゴに手を去る。その後、息子のフネリックが王位を継承した。バンダル族移動の図、ガイセリックは、ゴディギゼルの飛着室師として誕生した。ゴディギゼル王は、シリング系と競合していた部族、アスリング系バンダル族を統率するおさであった。バンダル族は、 現在のポーランド西部からルーマニア北部ハンガリーへと放浪を重ねていた。ガイセリックは389年頃移住先の現在のハンガリーのバラトン湖の近くで誕生したと考えられている。彼の要望は一般的なゲルマン人の要望、高身長で筋骨隆々な体に恵まれなかったようで、背丈は低く若い頃の落馬のせいで足を 引きずっていたと言われている。戦士として生きなければならぬ、当時の王としては王らしからぬ王だったようだ。しかし、ガイセリックは次第に頭角を表し、当時の地中海世界で最高の軍略家となっていった。400年から401年頃、おそらく粉族の侵入による圧力によって、バンダル族はゴディギゼル王の元移動を開始した。スエビ族や、 サルマティア人のアラン族と一緒に西方への移動していく。この頃、バンダル族はキリスト教家されていた。ゴート族の初期と同じように彼らもイエス・キリストは父なる神と等しい存在ではないとするアリウス主義を取り入れていたが、イエス・キリストは神に最も近い存在として特別に創造されたものだとしていた。これはローマ帝国において主流であったカトリック教会の 信仰とは正反対のものであった。ローマ帝国とカトリック教会にとってはアリウス派とゲルマン部族は邪悪な異端者であり忌ましい存在であった。当然ながらバンダル族もローマ帝国のカトリック教会とローマ人を地上から抹殺すべき異端者として考えていた。400年から410年にかけて西ゴート族の王アラリックがイタリアを蹂躙しており、 アルプス以北のローマ帝国領は軍事的空白地帯となっていた。バンダル族は空白地帯のドナウ川上流を精神してライン川一帯へと向かう。しかし、凍結したライン川にたどり着いたあたりで北ガリアにあるローマ帝国の族領にいたフランク族の抵抗にあった。この戦いによってゴディギゼロを含めて2万人のバンダル族が死亡したが、 アラン族の助けを借りてなんとか、フランク族を任すことができた。406年12月31日、バンダル族は、ライン川とかを果たし、ガリアに侵入した。ゴディギゼルの息子クンデリコを率いるバンダル族は、故郷の東欧より肥沃で文化レベルも高いガリアの、西や南へ略奪して回った。父親が戦死した後、ガイセリックはバンダル族で、 新王グンデリクの次に力ある存在となっていた。そして、やがて王になる人物、それがグンデリクのイボ兄弟ガイセリックであった。ヒスパニアのバンダル族409年10月、バンダル族はピレネー山脈を越えてスペインに入った。フランク族や西ゴート族にガリアを追い出されたのである。ガリアは豊かな土地で西ローマ帝国にとっても重要な土地であった。 それゆえ、ローマによって遠方で非欲度が低いイベリア半島への移住が要求されたのである。イベリア半島はバンダル族にとって、そして他の部族にとって、ローマ帝国から建国を許された土地であった。渦にある通り、アラン族がポルトガルとカルタヘナ一帯を領有し、アスリング系バンダル族は、ガリシア地方の一部、シリング系がアンダルシアを得た。しかし、スエビ族も、 ガリシアの一部を割り当てられ、アスリング系バンダル族と境界を接していた。また、スエビ族は、他の部族がローマ帝国から土地を受け取る前に、スペインに侵入して土地を囲い込んでしまい、この抜け駆けがバンダル族やアラン族との紛争の原因となった。428年、バンダルの民は、ローマ帝国族州ヒスパリアのヒスパニア・バエティカに居住していた。 グンデリックが死んだ後、ガイセリックが王に選ばれるが、彼はすぐに、民が、富と勢力を拡大させる方法を探し始めた。この時、バンダルは、ワリアを率いるより、優勢な西ゴート族と、その同盟部族から攻撃を受けて、多大な被害を被っていた。ローマ帝国が土地を餌に、ゲルマン諸部族の同士うちを格索していたのである。ローマの格索でスウェビ族や、 西ト族との領土争いは過烈を極め、この過程でシリング系バンダル族とアラン族は壊滅、多くの部族民が殺され、残存勢力はグンデリックとガイセリックが率いるアスリング系に統合されていく。しかし、ガイセリックが王となるとすぐにライバルのゲルマン部族との戦いを避けてヒスパニアを去る決意をした。実際のところ、彼が王になる前から、 ローマの港町から奪った軍船、商船をかき集めて艦隊を編成していたと考えられる。すべてはバンダル族を苦しめてきたローマ帝国に復讐するためであった。428年、ガイセリックは現在のポルトガルにあたるルシタニア地方を治めていたスエビ族の軍勢に背後から攻撃を受けた。しかし、ガイセリックによってスエビ族の軍は メリダの近くで打ち破られた。末尾族の王子ヘルミンガルは逃走しようとグアディアナ、川を渡ろうとしたが溺死した。外世陸のアフリカ征服の契機は西ローマ帝国の弱体化にある。西ローマ帝国を支えていた北アフリカの各族州における有力将軍の内紛は外敵を帝国内に招き寄せていく。当時の北アフリカは灌漑用水路が整備され土地が、 超えた一大国層地帯で背後に広がる広大なサハラ砂漠に守られ民族移動時代の動乱と長く無縁だったこともありローマ、アレクサンドリア、コンスタンティノープルに匹敵する人口100万の大都市カルタゴを有するなど西ローマ帝国で最も裕福な地域であったしかし土地はローマ皇帝や富裕なローマ市民に独占されており不在地主が恩恵を享受していたが 地元住民は収奪される一方でその恩恵に預かっていなかった。こうした構造的不均衡が北アフリカに農民反乱やドナトス派による宗教紛争を作り出し、情勢不穏な状況にあった。この時期の西ローマ帝国はフラウィウス・フェリックス指揮下の有力将軍にアエティウスとボニファティウスがいた。両将は対立関係にあり、やがて内戦へと発展する。 ボニファティウスは、アフリカ監督官から総督に取り立てられ、アフリカ管区を統治していたが、廃藩の噂が流れて、皇帝ウアレンティニアヌス三世紀の母校がアンラプラキディアの、祭儀を受け召喚命令を受けた。これは、アエティウスの作望によるものであったとされる。ボニファティウスはこれに応じず427年に、アフリカで反乱を起こした。この時期のガイセリックは、40代に差し掛かり、 人生経験も戦歴も豊富な指導者になっていた。彼は、バンダル族がバエティカに入植した時大いにあった、クンデリックの後継者として活躍していた。彼は、スエビ族の攻撃から部族民の身を守っただけでなく、人々を率いて、北アフリカへと移住させることに成功した。428年、兵員の推定数2万人、部族の最大数8万人とも言われているが、 バンダルとアランの部族を挙げて、ジブラルタル海峡を渡った。ガイセリックは、バンダル族の軍事的強さを勝利していくために、利用しようとした、ローマの長官、ボニファティウスの要請を受けて、西ローマ帝国唯一の安全地帯アフリカへと侵入していく。帝国内の内紛を制止したアフリカでの支配権を確立するために、 バンダル族を利用しようとするボニファティウスの戦略は思わぬ破綻を招いていく。ボニファティウスはイベリア半島のバンダル族に兵力提供を要請したが、そのバンダル族に脅威を感じた。バンダル王国429年、ガイセリックはジブラルタル海峡を渡ってアフリカを闘進していくにつれて、マウレタニア各地に大惨事をもたらした。ボニファティウスが ガンラプラキディアと関係改善を実現させ、パトリキに除されて、中央政界に復帰したことでバンダルとの関係に利用価値はなくなっていった。ガイセリックはボニーファティウスに捨てられ、アフリカからの撤収を要求される。こうした経緯で、ローマとの関係がこじれたのを機に、ボニーファティウスは、バンダル族を討伐しようとするが苦戦する。ついにガイセリックは、ローマ帝国に公然と歯向かい、 430年に、ボニファティウス軍を打ち破るに至った。ボニファティウスは、アフリカを捨てて、イタリアへ帰還した。ガイセリックは、現地の貧弱な守備軍を撃破して、占領地を広げ、富裕な地主と教会の財産を略奪していった。バンダル軍はそのまま闘神を続けて、ヌミディア地方へと迫る。やがて、この頃年76歳に達した古代末期最高の、神学者、 成人アウグスティノスが司教として赴任していた、城塞都市ヒッポの町にも到達する。しかし、工場兵器がなかったためガイセリックは直接攻撃を避けて周辺部を抑えることを優先させた。ヒッポを14ヶ月という長期にわたって孤立させた。アウグスティノスは、この方位3ヶ月目、飢餓と恐怖が支配するヒッポの町でこの世を去っている。 古代ローマ世界における精神の終焉を象徴する出来事の一つとなった。聖アウグスティヌスのもとにポシリウスという憂筆がおり、このポシリウスによって、この一件もバンダル族の暴虐さを後々まで伝える出来事となった。435年、西ローマ皇帝ウアレンティニアヌス三世とガイセリックは和平交渉を始める。マウネタニアとヌミディアの王として承認する代わりに、 カルタゴの包囲を解いて撤退するように要求される。ガイセリックは、ローマの要求を受諾してその証として、息子のフネリックを人質として、ローマに派遣し、和平協定を締結した。ガイセリックは、帝国の支配下にあって、ローマのフォエデラ地として、マウレタニアとヌミディアの一部を占有するとした条約に調印した。この和平協定により生きたアフリカに、バンダル王国が建国された。 バンダルキ兵しかし、ガイセリックは信仰の手を緩めなかった。彼は、西ローマがガリアでの軍事作戦にかかりっきりになっているという、情報をつかみ、ローマを裏切って帝国に打撃を加えようと考える。439年10月19日、ガイセリックは突如進軍して、カルタゴの町を占領、ローマ帝国の軍事力、経済力の源泉に打撃を加え、 カルタゴ港内にあった西ローマ帝国軍の艦船の大部分を打破した。ここにアフリカに渡って以来の目的を果たしたのである。この時の占領では410年のローマ略奪を逃れた多くのローマ人がカルタゴ占領の時に捕らえられた。しかし、新国家の首都にするために略奪と破壊はなかったとされている。ただし、外ー陸は兼ねて、 より側近たちにアリウス派の信仰に従うように要求していたが、それだけアリウス主義への情熱は強く、反面カトリックへの敵意は強烈であった。実際、カルタ語のカトリック司教クオデブルトデウスは町を追われ、ナポリへの逃亡を強いられた。しかしながら、バンダル族の指導者たちはアリウス派でいるよう主張したものの、カルタ語住民のカトリック信者に対して、 信仰の自由を許していた。ガイセリックは一般の庶民には軽い税金を課した一方、税負担の大半を裕福なローマ人やカトリック聖職者に求めた。ガイセリックはゲルマン人の大多数とは異なり、戦争のみ強い野蛮人ではなく現実感覚のある人物でアリウス派とカトリック教とドナトス派との立場を調整しながら国家建設を進めていく。さらに、 ガイセリックは多くのローマ艦船を奪取してバンダル艦隊を増強し芝叩く間に地中海の聖界圏を掌握した。バンダル王国は首都カルタゴに移してローマから西地中海を一挙に奪いにかかる。ローマはカルタゴと地中海での生存をかけて戦ったポエに戦争以来の危機に陥る。440年ガイセリックは艦隊を派遣して ローマの穀物湖であったシチリアを占領、加えて西ローマ帝国資金の逃亡先バレアレス諸島、サルディニア、コルシカ、そしてマルタ島など戦略的要衝の地を次々と占領した。ガイセリックは周辺諸島から玄関資材となる木材を上達し、カルタゴの港で心臓館を増産した。そしてバンダル族だけでなく周辺海域の海賊や 熟練の船乗りたちを重簿して、ローマ帝国にはない海軍力として、海上の強力な襲撃部隊を建設した。その後30年間バンダル族は、ローマ帝国が北方の噴族の侵攻で疲弊している間、西地中海一辺の海賊、略奪者として活動していった。東西ローマ帝国は、カルタゴが征服されたことを正式に認めて、 バンダル王国は無法で、統制不能な存在であり、もはや、ローマ帝国参加の属国ではなく、独立国であると捉えるようになる。その後、西ローマ帝国を継承するオドアケルのイタリア王国も、テオドリックの東ゴート王国も東ローマ帝国の属国であり、国王は皇帝の家臣あるいは代理人でしかなかった。ガイセリックは、ローマ帝国の権威に、 何の関心もなかったのである。まもなくガイセリックの艦隊は、北、アフリカやシチリアの国葬地帯、そして重要な貿易ルートが走る西地中海一帯を支配し、都市ローマを完全包囲する体制をとっていくまでになっていた。西ローマ帝国は戦略的に重要な北アフリカと西地中海をわずか10年という短期間に失って、国力が一気に衰退し、 軍事的にも、経済的にも追い詰められて、その命運はもはや風前の明かりとなっていた。バンダル族を率いて、ローマを略奪する、ガイセリック・バンダル族のローマ略奪、バンダル王国のガイセリックと、西ローマ帝国のウアレンティアヌス三世は、両国の同盟関係を強化するため、人質として、ローマに送られていたフネリックと、王女、エウドキアとの婚約を440年頃に、 結んでいたこの時の西ローマ帝国は食料供給地と海上ルートをバンダル王国に握られ食料調達のために不利な同盟を選択せざるを得ない状況下に置かれていたのである。451年にカタラウヌムの戦いで奮俗の大王アッティラによる遠征を辛くも阻みその後アイテウスを殺害して散奪の危険を積んだもののローマ帝国が ゲルマン部族の小王国の台頭を許して、情勢混沌となっていた時、不慮の事件が起こる。455年、ウアレンティニアヌス3世が後継者不在のまま突如、暗殺された。しばしの空位の後、裕福な元老院の議員であった、ペトロニウス・マクシムスが、対立候補を退けて、定位を継承した。新皇帝、マクシムス帝は、 選定暗殺の黒幕とされていた。まず、マクシムステイは、権力の足固めに着手した。ウアレンティニアヌス3世の未亡人リキニアエウドクシアと結婚、彼の息子のパラディウスが王女エウドキアをめとった。この政略結婚は、マクシムステイの家系とテオドシウス長の血統関係を築いて、権力を強化するためであった。こうした、ローマの政情は、 ガイセリックの野心をくじくものになったが、ガイセリックはこの時の情勢変化を狡猾に利用した。エウドクシアは、選定の暗殺にマクシムステイが関与していると疑っており、この結婚を不詳武将受け入れたと言われている。また、娘が政略結婚の道具となったことに彼女は絶望し、バンダル王国のガイセリックに助けを求めた。このことがガイセリックに、 ローマ介入の口実を与え、バンダル族はイタリア侵攻の準備を始めた。455年5月、ガイセリックは婚約破棄を平和協定の放棄とみなして、ローマに向けて艦隊を出版させた。この知らせが広まると市内はパニックに陥り、住民の多くが逃げ出し始めた。マクシムス帝はこの事態に全くの無意無策だった。アビトゥス将軍が引き連れてくる、 はずの西ご都族の援軍は未だ到着しておらず、皇帝はバンダル族を防ぐことはできないと考えて逃亡を試みたが、455年5月31日、逃亡を群衆に遮られて殺害されてしまう。皇帝の死体は切り刻まれ、テベル川に投げ捨てられた。彼の在位は、わずか75日間だった。ガイセリクは6月2日ローマに到着。 周辺の水道を止めるなど封鎖を行い都市を完全に包囲した。この時、ローマ教皇レオ一世はガイセリックに都市を略奪したり、破壊や殺人を行わないように要求した。ガイセリックがこの要求を受け入れたため、ローマは城門を解放した。しかし入城したガイセリック軍は教皇との約束は履行しなかった。2週間にわたって都市は略奪され、 こういう私有を問わず、ローマに存在する、あらゆる財宝が没収され、膨大な量の金銀財貨が持ち去られた。この略奪によりカンピドリオの丘にあった、ユピテル神殿は屋根に吹かれた銅の装飾などが、剥がされたほか、神殿本体も火をかけられるなど、文化的に重要な施設にも被害が出た。皇后エウドクシアと娘エウドキアとプラキリア、そして、船大工や水道、 浴場の設計士など多くの職人がカルタゴに連れ去られた。高貴な人物が数多く、人質とされ身の代金長州の具にされたほか、多数の住民が奴隷として連行され、売り払われた。王女、エウドキアは、ヒウムの末、456年にバンダル王子フネリックと結婚した。455年のローマ略奪は、破壊行為や野蛮な行いを意味する、 バンダリズムという言葉を後世に残した。ローマが廃墟化することはなかったものの、この時のバンダル族による略奪は徹底したものであった。410年の西ゴート族によるローマ略奪は3日で収束しているが、455年の略奪は2週間にわたった行われた。この後、ローマが荒廃し廃墟となったのは、 東豪奴王国と東ローマ帝国の20年に及ぶ長い戦乱豪奴戦争と3度にわたるローマ略奪547年550年によるもので455年のバンダルによるローマ略奪の時点ではローマの街並みはまだ健在であった。ただし大勢力とも言えない移民族の侵入を許し混乱の中で皇帝が逃亡を図った末に落命し、 教皇の交渉も無駄に終わって、富が奪われ多くの貴婦人が敵地に連行される。これは、ローマ帝国史上に汚点を残す、不名誉極まりないもので、人的犠牲や経済的損失以上に、心理的ダメージは過去になく多大なものだった。460年頃の西ローマ帝国の、領土平戦とゴート族、末尾族、バンダル族の活動領域ローマ略奪の混乱を、 収集したのは、西ゴート族の武力を借りて定位についたアビトゥスであった。彼は、アイティウスの腹心であり、アイティウス同様西ローマ帝国の再建に心を砕いたが、新皇帝は権力を掌握できなかった。アビトゥスカドの権力は5世紀中頃の西ローマ帝国を取り巻くすべての主要勢力の支持の遺憾にかかっていた。新帝は、市民。 元老院そして東ローマ皇帝マルキアヌスはもちろん軍隊とその指揮官たち、そしてバンダル王ガイセリックの指示をも必要としていた。しかし周辺国の指示を得られなかったばかりか国内の政権を掌握することも困難だった。実験はマヨリアヌス将軍とリキメル将軍にあったが、この両有力将軍をつなぎ止めることができなった。また、 西ローマの海軍が貧弱だったため、バンダル王国を攻撃する戦力がなかった。ガイセリックは、実戦攻撃力のない西ローマ帝国への穀物輸送を止め、飢餓によって西ローマ帝国と皇帝権力を転覆させようと試みた。これに対して西ローマ帝国は456年、リッキメル将軍はバンダル族を撃退するなど戦果を上げている。リッキメル将軍は、 イタリア道の軍政長官へと昇進し、帝国内で不動の発言力を得ることになった。一方、アビトスミカドは贅沢と公職のために市民の反感を買っており、やがてローマで反皇帝の暴動が発生した。アビトスミカドはローマを脱出したが、マヨリアース将軍とリキメル将軍に捕らえられて、大を条件に一命を約束されたものの、後に殺害される。 西ローマ皇帝が空位になると東ローマ皇帝レオ一世はリキメルにパトリキの称号を与え、ついで457年2月28日にマギステルミリトムに任命した。リキメルは西ゴートのワリア王の孫でスエビ族の王家に連なるゲルマン人だったため西ローマ皇帝になることはできなかった。だが西ローマ帝国軍を指揮する総帥としてガリア、 ヒスパニアそして北アフリカを占拠するゲルマン諸国家の王の上に立つ存在であった。リキメルはこうした周辺国への政治的影響力を背景に傀来皇帝を擁立してローマで権力を掌握するようになる。最初に9ツとして選ばれたのが友人のマヨリアヌスである。五十七年四月一日、マヨリアヌスは軍からの推挙によって皇帝に衰退された。 新帝はガリアの再征服とヒスパニア遠征で軍事的事業に精力的に取り組み、花々しい軍港を挙げた。マヨリアヌスミカドはアウィトスミカド時代に反独立状態にあったブルグント族と西ゴート族を屈服させて、それ以前の同盟部族の立場に戻させることに成功した。そしてマヨリアヌスミカドはバンダル王、ガイセリックとの戦いを準備する。 艦艇300隻を用意して遠征軍を派遣した。イベリア半島からローマ軍はマウレタリアに上陸を試み敵の背後を取ろうとした。しかしバンダル族は食料や家畜を持ち去り井戸に毒を投げて焦土戦を展開した。バンダル側の狡猾な戦法によりローマ軍は進軍を阻まれイベリア半島のバレンシアに停泊していた艦隊は ガイセリックの攻撃部隊の奇襲により惨敗した。これにより、西ローマによる遠征は失敗し、再度バンダリ王国と和平を結ぶことになる。マヨリアスミカドは、ローマに帰国の途中、友人のリキメルによって捕らえられ、処刑されてしまう。リキメルの友人に対する生算な裏切りによって、西ローマ帝国再建の最後の挑戦は追え去った。リキメルは、 ローマ帝国の権力を完全に操り、都合のいい人物を皇帝に据えては、敗位していた。リキメルは、リヴィウスセウエルステを暴殺すると、今度は天移を、東ローマ帝国のレオ一世が推薦する、アンテミウスミカドへと送った。そして、新皇帝の娘を妻に迎えて、実権を掌握した。ガイセリックは、製造で、混乱状態の西ローマ帝国を無視し、地中海で、 略奪行為を欲しいままにしていた。460年頃の東西ローマ帝国の半途東西のローマ帝国は共同戦線を張ってバンダル勢に対抗した。リキメルは主人を変えても東ローマ帝国と協力関係を強化してバンダル族を討伐するという志を捨てたわけではなかったのである。東ローマ帝国レオ一世はリキメルの懇願に応えて 強欲で知られる軍人、バシリスクスを総大将に30万ポンドの軍資金を提供、10万人の兵力を結集し、東地中海の船舶を船隻も重簿して、討伐部隊を編成した。副将には、ガイセリック同様、東ローマ帝国にとって最も邪魔な存在であった、アドリア海の海賊の同僚、マリケリヌスを当てた。厄介者に対して厄介者をぶつけようとしたのである。 マリケディヌスは、コルシカやサルディニアなど周辺海域を平定する。一方、ガイセリックは、次男のゲントを派遣し、空白となったギリシア近海を略奪させ、さらに猛威を振るった。強力な艦隊が周辺にいないことを良いことに、小型の船で強襲をかけ、一撃の後、戦利品を船に詰め込んで引き上げる海賊の戦法を、裕福な東方で発揮した。これに対して、 マリケリヌスはシチリアを占領、カルタゴに着実に接近しようと試みる。468年8月、進攻が進むにつれて、総大将バシリスクスは決戦を仕掛けて勝利しようとした。ボンミサキ半島の沖に艦隊を進め上陸を図ろうとした。この間、バンダル軍の軍船は、動きの鈍い東ローマ艦隊に襲撃を繰り返し、敵を執拗に苦しめた。 不利を感じたバシリスクスは部隊を半島に上陸させた。だが上陸地点は岩だらけの岬の突端で上陸部隊は水も食料も欠く状況でカルタゴまで遠距離を敵の襲撃を受けながら興奮しなければならなくなった。カルタゴへの強行には無理がある。そう考え始めた折、こうした苦境で思いがけずガイセリック側をこうて施設を派遣してきたのである。 敵の降伏を喜んだバッシリスクスはいつかの期限を提示し返答まで待つように回答した。自分の勝利を信じたのである。この油断と時間の浪費が災いする。ボンミサキ半島の戦いの戦場となった地降伏の申し出はガイセリックの義兄であり、ガイセリックは時間を稼ぎながら反撃の後期を待っていたのだ。そして天候が急変し強い西風が吹き始めた。 洋と原油を満載した75隻の河川が出港、東ローマ艦隊に向かって、快速で進撃して次々と体当たりしていく。そして火球が投じられ、東ローマ艦隊は芝叩く間に炎上し豪華に飲まれていった。不運なことに、天候対策に東ローマ艦隊は、岬の突端に密集陣形をとって、火事を下していたため、被害を拡大させた。 ガイセリックの巧妙な火攻めにより、ローマ艦隊は消失するか、沈没するか、あるいは打破され、残る兵力もおのの逃亡した。バシリスクスの副官ヨハネスは、バンダル部隊を指揮するゲントの追撃部隊と決死の、交戦を試みた末に降伏を求められたがこれを拒絶、水面に身を投げている。東西のローマ帝国にとって、このボンミサキ半島の戦いは、 最終的には700隻の艦艇が失われ、7万の兵が命を落とす大敗北となった。バシリスクスはコンスタンティノープルへ逃げ帰り、マルケリヌスはシチリアで部下に暗殺された。この結果、トリポリタニアとサルデーニャそしてシチリアがバンダル族に征服された。バンダル族に対する遠征の失敗は、東西ローマ帝国の軍事力を大きく減らせた。 敗戦を知った西ゴート族は、ガリアヒスパニアへの領土拡大を、バンダル族は、イタリア襲撃をおのおの再開させた。476年時点でのローマ帝国リキメルは、マリケリヌス暗殺を契機にアンテミウスミカドとフアとなり、謀反を起こした。472年、ミラノに、ゲルマン部族の傭兵たちを集めて、ローマへと進軍した。この軍勢には、後のイタリア王。 オドアケルの部隊も含まれていた。ローマは5ヶ月に及ぶ、包囲戦で飢餓が蔓延、472年7月11日、ローマはついに陥落した。また、ローマはこの時進軍した、ゲルマン部隊により3度目の略奪を経験した。さらに、アンテミウスミカドは、逃亡を図るが、逃亡先の寺院に身を隠しているところを敵に見つかり、殺害された。キメルは、 オリブリオスを皇帝に擁立したが、この時ローマで、ペストが流行した。アンテミウスミカドを排位した6週間後の472年8月18日に、リキメルは死去する。そして、新皇帝オリブリオスが病に倒れて472年10月23日に、世を去る。新皇帝オリブリオスと、その擁護者であったリキメルは、陰謀や戦ではなく、 病魔によってあっけなく命を落とした。その後、ローマ皇帝にはグリケリウスが即位したが、ユリウス・ネポスによって追放され、ユリウス・ネポスが新たにローマ皇帝を名乗った。しかし、このユリウス・ネポスも東ローマの外交官とアッティラの重心を経験したオレステスによって追放された。475年、ローマの帝権を掌握したオレステスは、 息子のロムルスはウグストルスを定位につける。アウグストルスとは、チビ皇帝という意味である。オドアケルに定官を渡すロムルス・アウグストルスローマに、心中していた、傭兵軍は支配者となっていたオレステスに褒美として、イタリアの高地の3分の1を求めたが、断られてしまう。これまでの選考が、トローに終わり失望した傭兵たちは、無力な皇帝とその父、オレステスを見限り、 将軍のオドアケルを擁立した。オドアケルはオレステスを殺害して、476年9月4日、ロムルスから帝権を象徴する帝官と死位を没収し、これらを東ローマ皇帝ゼノンに返還した。476年9月23日、ゼノンはオドアケルをイタリア王に任命して統治権を保障した。ゼノンは最終的にローマの皇帝位を廃帝位を ローマ皇帝に集約させた。これにより、西ローマ帝国は、明日ともに滅亡している。ガイセリックは、死の前年、西ローマ帝国滅亡を眺めていた。歴史の転換と自分の死期を悟ったガイセリックは、最後の事業に着手する。おど開けると、領土交渉を始め、コルシカとサルディニアの領有を認めさせ、シチリアを南北に分割して、南部の領有を取り決めた。 こうして、イタリア王国との和平をまとめた。さらに、ガイセリックは敵対していた東ローマ帝国とも共存する道を模索した。東ローマ帝国はゼノンに対する反乱が発生するなど正常が依然として不安定で、再びバンダル王国を討伐する余裕はなかった。このため、東ローマ帝国もバンダル王国に対して平和を求めていたのである。 コンスタンティノープルから派遣された施設はゼノンから相互不可侵協定を預かっていた。ゼノンはバンダル王国を対等の立場を持った独立国家として認め、その領土の領有権を侵害しないことを約束したのである。オドアケルの王位には東ローマの代理人としての地位しかなかったのと比べると破格の扱いである。外セリクの王位は ローマ皇帝と同格ということを意味している。477年7月25日、ガイセリックはバンダル王国の創建という大事業を成し遂げ、そのとカルタ語で88年の生涯を終える。ガイセリックはローマ帝国の辺境で生まれて各地を放浪し、イベリア半島ではローマ特等を重ねアフリカに流れて新国家を創建した。 ローマ帝国を海賊行為によって苦しめ、ローマを襲撃、帝国の心臓部で歴史に残る略奪を働いた。だが、それだけにとどまらず自分の王国を、ローマ帝国と対等の独立国家としての地位を約束させたのである。まさに大王城であった。以後のバンダル王国の聖水は、記事バンダル王国に譲る。ありがとうございます。